皆さんコキアはご存知ですかここは日立海浜公園。5月のネモフィラは10月にコキアに変わるんですね。コスモスも一緒に咲いています。お姉ちゃんはコキア好きなんですか有識者の方お願いします。茨城に来たらまずペコさんにご挨拶。セーファオはお姉ちゃんです。ガルパン10周年おめでとうございます。ペコさんのお店のすぐそこにポストがあります。 お店で怪文書を書いたらここからすぐに投函できますね。茨城の名物といえば、あんこ、さつまいも、納豆、梅もあります。お姉ちゃん一日一個食べるくらい梅干しが好きです。じゃがいもに九州の血を流せばお姉ちゃんだと思っていたら、中身は梅干しです。すごい高い梅干しもあるので、食べてお姉ちゃんに自慢してください。お疲れ様でした。